気仙沼の梅村マルティナです。こんにちは。今日はイベントの告知します。はい、今週東京行きます。東京といえば、はい、町屋銀座です。25日木曜日から31日水曜日まで町屋銀座の8階イベント会場にいます。 KFS ケート、つまりオパーケートたくさん持っていきます。こっちは会場マップですね。で、多分多くの方はこのエスカレーターから上がっていきますね。そうすると最初ニット製品が目に入ると思います。ニット製品とコラボ作家さんの可愛いものですね。で、こういうふうに行くと、まあ一周すると、こっち側は系統が並べてありますね。KFS オパール、プロランナー。で、もちろん、ぽっちゃりくんとか、コットンも新しいものが出ます。で、この真ん中の島に、多分、主に私、ここにいると思います。はい、このゼブラたち、知ってる方も多いと思いますね。毎年この町屋銀座でのイベントなんかテーマがあるんですよね。去年気仙沼動物園というテーマだったんですね。そしてリスさんとかカメリオンとかは出てきたんですけど、今年は、はい、テーマは気仙沼水族館です。ジンベエサメさんも泳いでます。会いに来てください。チュース。